さあさあ、はい、これこれ真ん中に真ん中に真ん中に、はい、はい、はい、お疲れ様でした。改めまして竹山三天狗の皆さんでした。大きな拍手をお願いいたします。まずはこの修練のポイントのライブの感想、ひなほさんいかがでしたか？ライブですか。初めてラーメン博来させてもらって、まず初めに思ったことが人が多いなと思って、来た時から緊張してたんですけど、新しい方とかもずっと手拍子とかしてくれたりして、本当あったかくて盛り上がって嬉しかったです。ありがとうございました。疑いも響きましたが、このこといかがでした？完全に気抜いてましたね今。気抜いてました。頑張れ。はい。このラーメン並ぶにも長蛇の列と聞いてたんですけど、なんかすごいたくさん、思ってたより本当に、先ほど言ってた通りたくさんの方がいて、すごいたくさんの方に見てもらえて、初めての方も一緒になって楽しんでもらえましたか？イエーイ。伝わってる感じしますね。 ありがとうございます。はい、やっぱりホームっていう感じはしますか？そうですね、昨日まで遠征でライブに行ってたので、今日すっごいホーム感というか、愛媛帰ってきたなっていう感じですごいのびのびできました。はい、よかった。はるかさんいかがでしたか、この修羅の公演で皆さんこの距離でという。皆さん少しだけ前に出ましょうか。少しですね、ちょっとサイドのお客様がね、はい、そうなんです。はい、すごく人が多くて緊張したんですけど楽しかったです。詰めていただきました。はい、そして桜さん、はい、すごい、やっぱ愛媛最高だなと思いました。そして先ほど MC の中にもあったんですが、来週の11日でちょうど2周年、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。この2年間振り返ってみていかがですか？2年間なんかもういろいろありすぎてまだ2年間っていうところはあるんですけどすごいなんか目まぐるしい毎日やったけど、応援してくれてる人が徐々に徐々に増えてくれてすごい嬉しいなって思います。今日なんか竹山さん3.5知ってる人って聞いたらすごい手挙げてくれたことがすごいびっくりで嬉しかったです。いや本当に濃密な2年間というね、はい、そんな感じしますよね。そうです、はい。そして年末に向けていろいろイベントがあるということなんですが、さくらさんちょっとクリスマスにイベント、そうなんです、ライブが、はい、サンタさんが W スタジオレッドに来てくれてライブをします。サンタさん、サンタさん、サンタさんいらっしゃいという、サンタさんいらっしゃい、サンタさんいらっしゃい、内面、内面ってこと、新婚さんいらっしゃいみたいですね。サンタでも三子じゃない、それは三子、もう分子になってますけどね。サンタさんいらっしゃいというね、はい、24日にいや、もうファンの皆さんにとっては最高のクリスマスプレゼントになりますね。お暇な方は24日絶対駆けつけるぞという方はお願いします。駆けつけるぞという方、はい、お願いします。そして最新の情報とかイベント情報、ライブの情報などはツイッターでも、はい、発信されているということなんですが、はいはい、この皆さんの例えばツイッターとかインスタグラムとかの更新具合というか、なんか発信具合とか、一番誰がすごくまめにやってるぞとか、一番なんか力入ってるぞとかっていうのはどんな感じなんですか？結構みんな力入っとる。ツイッターとかはすごいなんかいっぱい更新してますよね。4人ともしおるよね結構。ごめんなさい、みんな、しとるよね、結構毎日してますね、みんな同じぐらいの頻度で。ぜひ皆さんにね見ていただいて、はい、そうですね、はい、随時チェックしていただきたいということですね。そして今日はですね、この会場でグッズもね、はい、オリジナルグッズどこら辺やろ、会場周辺で、もうね売られるということでございます、はい、オリジナルグッズで、はい、チェキの撮影会とかの、タオルや今日 T シャツも販売されるということで、はい、色紙、サイン色紙もついてくると。そのグッズにサインをさせてもらう、グッズにサイン、サインをります。直に、はい、直に、嬉しいですね、皆さん。 T シャツ見たんですけど、これライブの時のね写真がプリントされてたけど、今日かっこいい、そう、ね、写真の一枚ボンってこう載せてる、うん、かっこいいです、かっこいいですね。ここにサインをしていただける、今もう、ね、はい、前の方が切られてて、はい、あーかっこいいですね、すごい、俺も天狗だというワンばかりの感じで、はい、そういうふうに、ご本人ももうぜひぜひ、はい、ありがとうございます。そしてつい最近のトピックといえばですね、はい、ほのかさん、はい、つい先日発売のフライデー、はい、表紙、あ、そうなんです、おめでとうございます。ありがとうございました。見事に飾っていただきました。
ただきました。ありがとうございます、はい、撮影いかがでしたか。撮影は、結構なんかもう別荘地のところで撮影させてもらって、すごい綺麗なところで楽しく海にも入ったりして撮影させていただきました。あ、もう見たよという方、あ、ね、あ、皆さん、はい、ありがとうございます。表紙を含め、あのグラビア11ページ、表紙と11ページを飾らせていただきました。表紙を飾るって本当にすごいですよね。はい、いやいや、本当にあのね、かつてある方はグラビア界の黒船なんていう方いらっしゃいましたけど、愛媛からですから、あのグラビア界にも海賊としてですね村上水軍にちなんでね、カジュアル。あ、ごめんなさい、もうちょっと分かんなかったですね。はい、あ、ごめんなさい、まだ忘れてください私はちょっとだけ達成しただけですありがとうございます。いやいや、本当、本当に皆さんのモデルあるいはタレントなども本当多彩な活動をされてますが、やはりこの4人で一緒にやるこのバンドというのを魅力がね、はい、いかがですか、皆さん。こんだけずっと見てて私振られなかったと思ってました。いや、そうだ、何を振られたのかもう一回お願いしても改めてこの4人でやるこのバンドの魅力というのはどういうふうに感じてますか。バンドの魅力、ですね、そうだな、あの曲が結構あのいろんなジャンルの曲があって、であの私たちの中のどれかには多分皆さんの心の中に刺さる曲が一曲はあるんじゃないかなって思うぐらいいい曲ばっかりなんです。自分たちで言うけどですので、ぜひあの CD とかも売ってるので、よかったら今日聴いてみて、よかったなと思ったら買ってみてほしいです。はい、はい、分かりました。じゃあ今日皆さんたくさん来てらっしゃいますので、最後に一人お一言ずつメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい、ではじゃあリーダーがちょっとこの振っていただいて、はい、振っていきますどうぞどうぞ、じゃあ誰々行こうみたいな感じで、なんか、はい、じゃあ私行きます。はい、今日は炎天下の暑い中こんなにたくさんの方に来ていただいてすごく嬉しいです。立ち寄ってくださりありがとうございます。皆さんラーメンいっぱい食べて楽しんで帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、地元の愛媛でこんなにたくさんの方に集まっていただけてすごい嬉しいです。最後までラーメン楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は楽しんでいただけたでしょうか、ラーメンいっぱい食べて楽しんで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は新しい方もいつも来てくれてる方もすごい盛り上がってくれて嬉しかったです。楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。また愛媛とは会えることを楽しみにしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。竹山 3.5 の皆さんでした。ありがとうございました。大きな拍手をください。ありがとうございました。ありがとうございました。